おー、いいね。さっき踏まな、さっき踏まな。なしなしなしいいね。おー、アウト。はい、こんにちは。サッカーコーチのフミヤです。今回はですね、ジュニア高学年、中学年を対象としたディフェンスの練習を紹介していきたいと思います。で、ディフェンスの中でも特に今回はカバーリングっていうところを、テーマにした、トレーニングを紹介していきます。で、今回は導入部分の、トレーニングになるんですけども、結構ディフェンスのトレーニングって、面白くない、選手たちもね、あまりね、こうポジティブに、取り組めないみたいなところが結構あるかなと思うんですけども、今回のトレーニングは結構楽しくね、行えるような練習になりますので、ぜひですね、現場で活用していただけたら嬉しいです。はい、それではトレーニングの説明していきます。で、マーカーを四角形に置いてもらって、大体4メートルか5メートルぐらいかな、ぐらいの、幅で、四角形を。で、これはちょっとトレーニングね、見ながら大きさは変えていってもらったらいいかなと思うんですけど、大体それぐらいの四角形を作ってやっていきます。で、外が3人で、鬼が1人で、鬼はボールを手で持った状態でスタートしていきます。で、ルールは、1分間とか時間を設けてもらって、1分間で鬼はずっと同じ選手がやります。で、鬼は、これできるだけフラットマーカーでやっていただけた方がいいかなと思うんですけど、マーカーのところに置けると1点っていう形でやっていきます。で、外の3人がマーカーを踏んでたら、踏んでるところには鬼は、ボールを置けないっていう状態ですね。1個絶対空いてくるん で、それを鬼に置かれないように3人がこう連携してマーカーに、ボールを置かせないようにやっていきます。例えば4人グループ組んでたら、全員ディフェンス1回ずつやってもらって、一番多くね、ボールを置けた選手、得点を取れた選手が勝ちっていうような形で、他3人はできるだけ得点を取らせないように頑張るっていうところでやっていきます。実際にも見てもらった方が分かりやすいと思うんで、実際のトレーニングを見てください。どうぞ。お、いいよ、カバーしてカバーして。お、いいね。さっき踏まな、さっき踏まな。なしなしなしいいね。あ、ナイスナイス、第一守ってる。お、いいよ、いいよ、春馬カバー、春馬カバー。おー、いいね。あー、お、いいんちゃう、第一ナイス。さあ、ひろやくん。おい、あ、1点が入ったな。エンジン止まってるやんか。おー、ナイスナイスナイス。帰りや、帰り。あー、はいはい。おー、あ、アウト間に合ってないよ。あ、いいね。はじめくん止まってるよ。5、4、3、2。まずね、これはカバーリングのトレーニングなんで、3人がこうバラバラに動いてしまうっていうのは非常に良くないので、ここの3人がしっかりと連携を取っていくっていうことが大事になります。で、例えばこっち狙われて、この選手が行ったら、この選手がここを止めに行くってことは、今、ここが空いてる状態になりますよね。じゃあ、その時はやっぱり2番の選手がずれてカバーしないといけない。で、そうなると、次ここが空いてくるんで、じゃあそれをこの3人でうまく連携していくっていうのが大事になります。実際試合でも例えば、3バックとかだったら、こっちね、ディフェンス行ったら、こっちがカバーして、じゃあカバーしたことによって、ここのセンターバックがずれてるんでいなくなるんで、逆サイドのバックがずれるっていうような、こう3人のこういう連携ってあると思うんですけど、それをイメージさせるような練習になります。で、サッカーでもそうですし、フットサルでも一緒ですよね。左サイドにね、ボールがあったら左サイドの選手がボール、ディフェンス行く、で、カバーリング、ディクソン選手が入るっていうのも全くね、サッカーと同じような状況になるんで、そこの3人がこううまくずれてカバーしていくっていうところが、すごくポイントになってくるかなと思います。これは導入ですし、そんなにこうね、ポイント多くはないんですけど、
そのあたりね、意識してもらって、やっぱりまだまだね、動画の方ね、見ていただいたらわかると思うんですけど、やっぱりこう止まってしまうっていう選手も多くいるので、立ち止まってしまうっていうのは、なかなかね、やっぱ実際のサッカーの守備でもそうだと思うんですけど、ずっとこう固定して止まってるってことないと思うんですよ。ちょっとサイドステップ踏んで移動しながら、逆に来るかもしれない。逆に移動するとか。で、周りの位置を見ながら、こっちの選手がずれたらずれる、ずれたらずれる。またずれたらずれるみたいな形で、どん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 この3人がずれていく。やっぱりストップしないっていうことはすごく重要になると思いますので、そのあたりね、意識してトレーニングしてもらえたらなと思います。あとですね、結構ありがちなのは、このトレーニングすると、やっぱりこうね、踏んどけば、ボールを置けないっていうのがあるんで、ここにね、踏んじゃう。踏むのはいいんですけど、踏んだ状態ずっと止まってるっていう状態になると、もうここをガッていかれて、で、またじゃあ次スタートしたら、じゃあこっち埋めたらこっち開いて、みたいなことが結構あるんで、やっぱりちょっとまあぼかすじゃないですけど、どこにでも行けるような状態作りながら、鬼に進路を塞いでいくっていうことが大事になりますので、まあうまくできてるね、グループとかもあったので、まあ動画の方見ていただいたり、なんとなくイメージはできるかなと思うんですけど、そこはすごく意識していただきたいなと思います。で、まあ来そうになったら入るみたいなね、そういったところをね、相手の行きたいところ行きたいところを防いでいくっていうところがすごく重要になりますので、はい。そのあたりは意識させながらやっていただけたらなと思います。はい。まああとは、最初に少し言ったんですけども、広さとかね、あまりに鬼がどんどん簡単に置けちゃうっていうことだったら、ちょっとね、この広さを変えたりとか、少しね、広くしてみたりとかっていうところで、調整していただけたなと思います。はい、ということでですね、今回は、ディフェンスのトレーニングですね、ジュニア高学年、中学年を対象とした、カバーリングのトレーニングを紹介させていただきました。今回のトレーニングは導入部分になりますので、本当にね、楽しみながら、そのディフェンスのカバー、3人での連携であったり、まあ、2人の連携の部分を、ね、周り見ながら、横の選手が、出たら自分がねそのカバーに入っていくっていう意識をまずつけてもらう、楽しみながら、そうやって意識づけをしていくっていうところのトレーニングになりますので、ぜひですね、楽しみながらも、でもそこでもう遊びだけに走るんじゃなくて、しっかりと意識するところは意識してっていうところで、トレーニングの方を行ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。で、あとちなみにこれはフットサルでもサッカーでも応用できるトレーニングになりますので、ぜひどちらでもですね、使えますのでやっていただけたらと思います。で、まあ次の来週出す動画ではもうちょっと、深く入るというか、2対2の中でチャレンジ&カバーというところを、まあ、この練習を少しつなげていくっていうところで、実践的なところでやっていきたいと思いますので、ぜひですね、次の動画も見ていただけたらなと思います。はい、ということで、今回は以上になります。ありがとうございました。はい、僕のチャンネル、ふみチャンネルでは、サッカーフットサルの練習メニューを中心に、指導者の方や保護者の方、選手に向けてですね、ためになるような情報発信をしております。もしね、ためになったなと思われた方は、チャンネル登録の方よろしくお願いします。グッドボタンも押していただけたら僕の励みになりますのでよろしくお願いします。また、コメントの方とか、LINE の方でもですね、質問の方とか受け付けておりますので、何かあればそちらから連絡いただけたらと思います。はい。あとですね、概要欄の方に貼ってますけど、ノートの方でですね、僕が10年以上にわたってやってきた指導のところの学んできたことや実践してきたこと全てをまとめたですね、ノートを出しておりますので、ぜひそちらの方も見ていただけたらと思います。はい、では最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。